はい、皆さんこんにちは、こんばんは、山本です。金ちゃんです。はい、今日は暇だったんでインターネットページを作ります。はい、じゃあまず芋の皮を切っていきます。切ります。皮あってもいいんですけど、はい、ぎーちゃん包丁使うの、ちょっと危ないんで気をつけてください。はい、じゃあ芋を切ります。で、蒸し器に入れます。なんかもう皮張っていい。はい、入れます。金ちゃんはこう本当にお利口さんっていうか、たまに盗み食いするぐらいで、あんまりね、こう勝手に食べたりしないね。利口さんだ、金ちゃん、かわいい、ね、これを蒸します。蒸していきます。はい、じゃあ待ちますって。じゃあ電子レンジで何分だ、5分ぐらいかな。蒸します。はい、蒸したので潰していきます。で、その間にヨーグルトペーストを作りましょう。水出しっていうやつですね。山本も水出しというのを知ってるんで、ただちょっともうその場で作っちゃいたいので、はい、ちょっと時短でいきます。水出しもですね、なんていうんですか、電子レンジでやれば早くできるらしいですよ。500ワットで2分ぐらい、ラップなし。はい、待ってます。で、その間にお芋を潰しちゃいます。あー、きっちゃん待ってて偉いね。どうすか、こんなもんでいいですかね。知るかって。でも、形はできるでしょ。で、この間に、ですね、金ちゃん食べちゃった。金ちゃん食べちゃったの、それ。いいよって言ってない。Thank you.
くるよ。はい、次水出しヨーグルトっていうんですかを、はい、作ります。キッチンペーパーですね、はい、こちら。でここにこれでコスト、おお、これで15分ほど待てば水出しヨーグルトができると。じゃあこれは15分待ちましょう。もうでも盛り付けるできてる。その間に、こちらの型を作っちゃいましょう。おお。ちょっとなんか型を探してこないといけない。勝手に食べちゃダメだよ、きいちゃん。勝手に食べちゃダメだよ。勝手に食べちゃダメだよ。ま、あっ。もうダメだ。待てだよ、勝手に食べちゃダメだよ。みーちゃんが型を探してくるまで待てだよ。型を見つけてくるからね、待てだよ。みんな見といてください、みーちゃんが食べない。わーない、金ちゃん、金ちゃん食べちゃった。何分待ったんだろう。食べちゃったね、金ちゃん。はい、いい方があったんで、これにしましょう。全然食べても怒ったりもしない。これで全然芋足りないぞ、金ちゃん。これ食べちゃ、キイちゃん本当にこれ食べちゃダメで、待ってて。今年キイちゃんにケーキ作ってあげれなかったっていうのもあるんで。お、もういくんじゃない？おー、いいんじゃないですか？ほら、おー、どうですか？おー。で、もう一段分作りましょう。ちょっとちっちゃめに作れたらな。最近思うのが、こう自分のためにご飯作るのはあんまり楽しくないんですけど、なんか誰かにやっぱ作るご飯って楽しいと思うんですよね。すごい喜んでもらえたりとか、そう考えると料理って素敵だなと思うんですよね。自分なんか頑張ろうとあんまり思えないですけど、なんか動物にしろ人にしろ。
いい感じ。おー、いいじゃないですか、ほら。いい感じだよ。水出しのミニトができればもうちょっと時間かかりそうですけどね。じゃあちょっとこれ待ちで、じゃあもうちょっとお預けできる？ちょっとお預けです。こんな感じにしようか。うわ、やばい、やばけちゃった。まだまだ。はい、じゃあできました。水出しヨーグルト、だいぶこんな出るんですね。俺知らなかった、ヨーグルトってこんな水分出るの。確かに出るか。じゃあちょっと待って、いけちゃ、まだまだまだ。早速塗っていきます。わ、全然少なくなっちゃう。こんな少なくなるんですね。ちょっとまだペロペロじゃない。うわ、うまっそう、キンちゃん。ちょっとシャレをつに行きたいね、きんちゃん。どう、きんちゃん、うまそうなんじゃないですか。あーったーん、おー、かわいい、おいしそう。金ちゃん、どうですか。おー、お世話あり、あー、ありがとうございます。あ、まだまだまだ、うん、まだまだ、まだよしって言って。いや、銀ちゃん。まずイチゴから食べる派でしたね。おいしい。まずイチゴから食べます。あ、すごい出てきた。一番から食べて。いや、おいしい。おいし
そうだね、銀ちゃん。うわ、うまそう。いいな。なんか空いてきた。美味しかった、金ちゃん。金ちゃん、美味しかった？美味しかった？美味しかったって。わ、かわいいなぁ。なんか、ベロベロするまでかわいい。かわいいなぁ。かわいい。まだここ残ってる。あ、そうそう。ねぇ、お利口さん。金ちゃん。あー、美味しかった。かわいいね、金ちゃん。美味しかった。ごまえなのかな。つけまえだ。あー、美味しかった。はい、おしまい。じゃあおしまい。金ちゃん、おしまいです。おしまいです。それでは。あー、リコさん、はい、てな感じで完食です。おー、いっぱい食べたね、金ちゃん。どうでした？もう一皿もう一皿美味しいなって。はい、今年ちょっとケーキ作ってあげてなかったんで。あー、美味しかった、金ちゃん。そのケーキです。また来年も、ま、なんかまた作ってあげようかな。楽しかったし、みんちゃんのがお腹壊さなければ作ります。違った。はい、じゃあ、きんちゃん可愛いなと思った方はグッドボタンを、なんかきんちゃんにこういうの作ってってやればコメント欄にお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それではバイバーイ、きんちゃん。バイバーイ。どういう顔それ、お前やつ。